はい、ということで、3日目、ファーストグループの3日目ですけどね、今日は AB だと思い込んでたら CD 行けということで、皆さん急に緊張感漂ってます。ということで今日のプレイは C コースです。レッツゴー。さあニュースイング左振っていくのか、オープンフェースで。じゃあよろしくお願いします。おお全然球のスピン量が違う今までと。球高くなりましたね、ちゃんと上がるようになりましたね。いいっすね。いい感じっすね。いいっすよ、全然いいっすよ。全然いいっすよ。だから右向かないことです。じゃあよろしくお願いします。はい。右向くとダブルクロスみたいになっちゃうから、それだけ。マッサージ効果出てる。昨日はちょっと右行ったかなと思ったけど、若干キレが出てますよ。フライトリスト3番です。お願いします。おはよう300円。ありがとうございます。ということでね、 C コースをプレイしたことがある人はですね、2番ホールのパー5一番おいしいんですけど、私今 T ショット失敗してセカンドツーを狙ってと乗らなくて3打目をトップして、なんと OK ピッピッということで OK バーディー3番ホール、バウンスバックナウ。難しいです。何番だ、 6?5か6か。次がショートで次がロングで最後ですね。6だ。400、560の6。さあこれアゲンストかな。うまく出ました。合格。おお。スマッシュアクター40。スマッシュアクター 1.5。 ヘッドスピード 46.5。 ちょっとやっぱ右向きすぎちゃいました。右向いてます、あとやっぱ左、スイングも左嫌がってるし、左に触れないで上に振っちゃったんで下っ面に当たっちゃった。でも前よりは全然いいですけど、ミスの傾向としてスマッシュアクターがずっといいです。今のも 1.49、 今のでクラブパスが 0.3 なんでオンプレーンなんですよ。そうです。よし、ちゃんと捉まえる必要がない。さあ、小山さん行きましょう。バンカー入っちゃった。でも捕まえることは木の方がいいな。ピンが来てますね。私は、タチエの6番やん。野田さんも6番や。
息をして、もうぐらい。いいですか。はい。ちょっとですね。元ちゃん類みんなほうよいしょ。はい、どうも前半終わりました、キャディさんのサービスで、ココナッツ、うん、甘っ、キャディさんとはね、もう3日連続やってもらってるんですけれども、朝はね、初め食べるまで何か分かんなかったんですけど、もう食べ終わっちゃったんでないんですけど、アップル、リンゴだと思うんですね、味的には。ちょっと細くて赤いんですけれども、すごいジューシーで、日本のリンゴよりね、だいぶみずみずしい感じで、リンゴじゃないのかもしれないけど、Google サーチとかでね、調べればよかったんだけど、ちょっと調べる暇もなく食べちゃったんですけどね。そんな感じです。今日はですね、3日間の中で、一番雲がないんで、気温はちょっと高いですね。多分今10時ぐらいなんですけど、28、9度あるんじゃないかなと思います。まあ日本の夏よりは全然涼しいですけど、まあそんな感じですね。すごく楽しくやってます。いただきます。ということで、マイさん、3番ウッドでいきます。 B コース1番、10番ホール。当たんなかった。あのルート行こうとしたのない。だけど芯に当たんなかった。あのルートで越してくれてやった。そうそうそう。15番ホール、セカンドショット、ピンまで203ヤードですね。ちょっと5番アイアンで打とうかなと思ったんですけど、ちょっと疲れてきたので4番ハイブリッドで。本当にこう基本的にはダウンブローなんですよ、だからセットアップ自体もちょっとこっちで見ててもらっていいですか。右に置かなくていいんですけど、グリップエンドをセンターよりちょっとこうする、そうそう、でこうここの視点にしてこうやっていくと、でもうどん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 
で、ここをそうやって話したら、例えば、いや、あ、もう一回、はい、あの、理解しないと、できてもしょうがない。ここが、こうやって打ち終わった時にこうなった。このままで、そう。このまま、こうか。そんな足動かしてたから、そう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 、あ、足、テイクバックでも足を動かさない、うん、左膝の位置くらいに、そう、もっとブラッシュするよ、ね、じゃあ、グリッペンの動きするんですよ、動かしてるんですよ、動かしてる、動かさないと、もっと体重も動かさない、こうやってこうやろうとしてるから、そうそうそう、手だけ、手打ち、手打ちっていうか、もっとこう腕あるじゃないですか、前腕から先、クラブをこうやってこう全部一直線です、これ加速させないんです、違います、ちょっとこっちで見てもらっていいですか、先生のは加速させようとしてるんですよ、こうやってこうやって、そうじゃなくて、例えば極端に言ったらこうです、こうやってフリップしないんです、上げるときもで、こうやってこうやんない、そうじゃなくて、もっとこういう感じ、極端に言ったら、例えばじゃあこうやってパターでよくあるクロスハンドだと、こういう状態でこういう風に、こうやって等速運動、そのシャフトをしなりやすく加速するとか、そういうこと、グリップエンドを固定してゼロスピードにしてピュッとヘッド走らせるとか、そういうのをやらない、もう例えばこうやって重心もここにあるんだったら、ここを動かさない、時計と一緒ですか、テイクバック上げるときもここを動かさない、でも打ち終わってもその時に下を動かさない、足を動かさない、体重がもっと初めから左に乗ってないで、左膝の位置を動かしちゃダメです、上げるときも左下をこれを固定です、結構で、そうやって今ヘッドがパンと戻ってないです、それぐらいグリッププレッシャーがある、こうやってボール打つときにガッてやってるじゃないですか、そうじゃなくてこうもっと力抜いてないで終わりです、そうそうそう、今みたいな、そうそうそう、そういうヒットの仕方、ラウンド終わって練習終わって見てた通りプールジャグジータイム、ほんの10分20分ですけどね、このために仕事してます、ということで今日も失礼します、行きます。セクザファイパーソン、はい、ということでですね、チャントレーシーフードかな、ちょっとお店の名前はわからないんですけど微妙なんですけど、タイ語なんで、今フォアヒンでね、おすすめのシーフードレストランということで今日は初めてお邪魔してます、もしね、奥様とか、彼女とデートとかで来る方がいたら、おすすめなんでちょっと見てみましょう、まあ、まずこう到着して、このエントランス自体綺麗ですね、めっちゃおしゃれな感じです、でね、こうもう奥見えますけれども、もう本当に吹き抜けてますね、でこの手前はもう本当のタイの古い家の作りというか、それが逆におしゃれですね、でここもうボーンと抜けて、もう本当にオーシャンフロントですね、でここはあのバーカウンターとかあって、お酒とかもいっぱい飲めるような感じですね、でここ抜けるともう海の波の音がね聞こえるんですけれども、海がねそのまま見えると思うんですけれども、すごい綺麗ですね、ちょっと海まで行ってみましょうか、まあ、ちょっとね若い女の子のアシスタントぐらいいたらね、皆さんもね、このチャンネル登録ももっと増えるかもしれないんですけれども、まあ残念ながらこのチャンネルは
私おっさんが、紹介するチャンネル。ここで釣りしてますね。あと子供が海水浴してない、まあ、こんな感じです。もう本当すぐそこ海っす。で私たちの席はあっち、あそこです。じゃあ席の方に行ってみましょう。こんな感じでね、夜になったらどうなるのかっていうのでみんな気にしてるんですけど、おそらくろうそくがやってくると思います。もう上でやってもらったよ、下でやったんですよ。やっぱり来ました。カニチャーハンとこのエビは何のエビだろう。これをまず分けましょう。これは何、これはカレー、クラブカレーです。匂いはね、これ入んないですからね。Thank you。じゃあいただきます。うまっ。これはうまい。ほぐしてある豪華トンカリーだ。グー。お好みの。ベルベル。フリス人が好きそうなフィッシュフライ来た。ですけど。いいっすね。タイ祭り、ね。タイ祭り楽しくなってきた。この皆さんが、美食家の皆さんが絶賛してるカレーをいただきましょう。うまっ。このタレうまっ。これ日本でもうん、これだけ食ってますよ、カレー。うまっ。あれば頼むみたいな。そう。うん。こんなにしてくんないでしょ、中を出してくる。いや、日本のはね、うん、ソフトシェルクラブのクーパッソンカレーっていうのが主流で、うん、それはそれで食いやすいんですよ、うん、ソフトシェル。うん、うまっ。アルコもうまい。うん、この店はやばい、やばいですね。ナンバーワン認定、ナンバーワン認定入りました、ソムリエの。じゃあスケロックスいただきます。なんだろうね、リングはここですね。終わりに、うん、うまっ。麺料理として一流だね。クラブ、いやこれ食いづらいよ、ね、クラブくん来ました。エビがボイル終わりました。エビタイム。カニからの、カニからのエビです。エビいただきます。これはうまいよ、 100%。 これちょっとやっぱこの辛いやつをチュッとつけて。うまっ。おいしい。これあったかいうちに皆さんボイルしたばっかり、ちょっと真ん中に置いていただけたら。改めてワインで乾杯。はい、相変わらずカメラ目線。月映ってるでしょ。満月映ってます、うん、いや、そりゃすごいと思う。その瓦礫の僕は前でちょっと写真撮ってしてて、そこで来た。はい、ということでですね、まだまだ、皆さん、ね、夜ご飯ワイン飲みながらいろいろとお話ししてるんですけれども、今日は今、夜の7時半ぐらい、これから8時にねピックアップが来て、昨日行った、いつも行くマッサージ屋さんに行ってマッサージ受けて、でホテルに帰ってまた明日からやってきます。素晴らしいね、海を見ながら、ここ料理も美味しいんで、ぜひ皆さんも来てください。今日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録、
それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。ではモンキーバナナをマッサージ。